で、それでなんか生徒さんの方からのリクエストでなんかうちにお声がかかったんで、商品開発企画したやつで、袋を持ち、ちょっとうまくね、一緒にだから3パックやったら3パック一緒に先に渡してね、最初の方で、うん、最初の方全然取れてなくて、取れてなかった。ほんならもう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、500円、はい、あ、のり塩1つで、はい、10時半、はい、400円うん、で、それでなんか生徒さんの方からのリクエストでなんかうちにお声がかかったんで、で、まあ、こんな感じであのコラボメニューみたいな感じでメニューを考えていただいて、それをあの実際に販売してみようという形で、今日こういう形で販売をさせていただいた。商品開発企画したやつ、ベーコンを刻んで、ケチャップとマスタードをかけたのが、厚切りベーコン。あ、こちらが一つ目、はい、そうです、でもう一つが、青のりをたくさんかけたのりになってます。うん、私がまたこ焼きじゃないんだけど、いや、要するにベイビーカステラ風の斬新な感じですねで、今後そのこのメニューは今日だけっていうことなんですか？なんかそう、もとこさんがなんか、まあ、ちょっともうちょっと延長してお店だけでちょっと食べれるような感じで、おわけ子さんの生徒さんが作ったメニューということでちょっと販売してみようかなとは言ってますね。で、袋を持ち帰ろう、これに入れて、もっちゃん持ち帰りの袋ってある？あるある、あ、あっち次の伝わったらこうやったらこっちを置くのかな、はい、こうして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 、誰が誰に渡すか分かる。あの目が最初の方で、最初の方全然取れてなかった。取れてなかった。要はならもうここに書いとこう。のり塩と、うん、次にできたのり塩と今のベビーチョコと抱き合わせでお出ししようか。はい、で、あとのベビーチョコは、まだ今ある。もう、ここで、ここで、あと1個やな、ほんと。よいしょ、よいしょ。ごめん、ゆきちゃん、パス。ありがとう、ありがとう。さらばちゃん。はよ。はい。はい、行く行く。こっち。あ、こっちこっち。うん。麺変えた方がいいから。ゆっくりでええで。ゆっくりでええで。仕方ないよ。はい、ありがとうございます。できるだけツヤが出てる状態にして。普段料理とかするんですか？いや、あんましないえ、ちょっとうまくね。うんうん、やばい、いけるいける、才能が、うん、才能があふれ、あふれ、あ、買い出してきたな、ほんと。平日の終わりには
車はあるけど、点々点いう感じじゃないですかね。でもまあ大丈夫だと思います。はい、たこ焼きいかがでしょうか。わけ静谷高校の生徒さんが100パック限定でスペシャルたこ焼きを焼いております。いかがでしょうか。はい、たこ焼きいかがでしょうか。これって全部入れる。チェンジしたいな。チェンジしたいな。これチェンジしよう。頑張れ。なんでこれ？何？取り塩で。これでもらおう。じゃあ、お外で。ああ。10時半ぐらい。10時半。はい。ミュージカル風に言ってみて。たこ焼きいかがですか？これベーコン5、はい、チョコが2、はい、で、のり塩5です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ボヤロおるよな、おる。だったらしいですよ。あ、はい、どうぞ。ほんならいただきますね。一口。うん、おいしいね。青春の味。青春の味。分かった。分かった。ちょっとたこ焼き風に見せるためにチョコソースをたこ焼きみたいにかけて、カラースプレーもトッピングみたいな感じでやったところです。今までそのつながりみたいなのあったんですか、学校。うん、学校、まあ、分け子、僕は一応分け子の OB は OB なんですけど、まあ多分お客さんつながりいうか、多分子供さんとかがやっぱりこうどうですかね、中学高校で上がったりして、こうどうですかね、そういう学生さんたちにも結構あの認知度が上がったというかね、まあそういった感じの影響じゃないですかね。OK です。で、実際今日やってみてどうでした。いや、まあ最初全然お客さん来てくれなくて、もうちょっと心配だったんですけど、まあ後からだんだん来てくれるようになってよかったです。どうですか、なんか販売実習とかあまりしたことないんですけど、まあ、こういう機会で、まあ、不安なことはあったんですけど、まあ、頑張ってやれてるのでよかったです。なんかないですか。頑張れ、わけ子。もうね、わけ子愛あふれてるから、結構ね、同級生とか、まあ、まあ、地元におるんで、結構拡散したらいいなと思って、同級生とか結構声かけとったんですけど、何人かやっぱ来てくださったりしてね、まだ多分同級生の連中来ると思うんで、ちょっと来てくださいっていう感じでね。やっぱまあ授業の中でいろいろ習うこともあるんですけど、やっぱり商品開発っていう授業なんですけど、まあ、商品って作っただけではやっぱ完成してなくて、お客さんにどう受け止められるかっていうところまでセットだと思うんで、まあ、今日実際に販売をして美味しかったからもう一回来たってお客さんもおられたりとかして、まあ、それを受けてやっと子どもたちの中では一つ商品が完成するのかなというふうに思うんで、まあ、最終的にこれで完成っていうところはないと思うんですけど、まあ、この実習で学んだ出来事とかお客さんのリアクションも含めて、まあ、商品開発の授業としていい区切りになるかなと思うんで、はい、いい顔で販売してくれててよかったです。この子たちはここで3月いっぱいで授業終わるんですけど、まあ、次下の学年の子たちがこの活動を引き継いでまた販売実習をすることになると思うんで、まあ、次の活動に生きるようにしていきたいと思います、はい、ありがとうございます。